はい、こんにちは、うなぎ屋です。今回の動画では2月9日と10日にかけて行われた王将戦第4局の感想戦で語られた16個のですね、変化手順について解説をしていきたいと思います。対局後の感想戦を中継でご覧になられていた方も多いかと思いますが、口頭のみで変化手順が示されるなど、全ての変化手順がですね、盤面に並べられていたわけではないので、この動画を見ていただけると改めてですね、対局後の感想戦で調べられた変化が具体的にどのようなものだったのか、また藤井さんや羽生さんが対局中にどこまで読んでいたのかという点もイメージしてもらえるかと思います。極力初心者の方や級位者の方々にもですね、分かりやすいように解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。あと、いつもはですね、ゆっくりで解説をしておりますが、今回はあまりにもですね、変化手順が多かったため、ちょっと編集が大変だったので肉声にて解説させていただいております。聞き取りづらい点などあるかと思いますが、ご容赦ください。内容に入る前に、このチャンネルではですね、棋戦速報や棋士の紹介など将棋関連の動画を投稿しております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。動画作成のモチベーションにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは早速内容に入っていきたいと思います。まずですね、序盤の仕掛けの、局面はですね、本譜のようにですね、応じるしかないという形であさりと進んでいました。で、本格的に検討され始めたのがですね、60手目、本譜ではですね、6四桂打ちに対しまして、7一、金と引く形で藤井さんが応じられたんですけれども、ここで、7三金という手も検討されていたということを藤井さんおっしゃられておりました。で、この手をなぜ指さなかったのかという理由につきましては、5一角がですね、気になったということで発言がありました。で、具体的にここも盤面に示されていなかったので、こういう変化を想定していたのであろうというですね、推測になるんですけれども、7三金と上がった後に、6二歩成と、先手番のですね、羽生さんの方がと金を作りまして、7三金の効果で今回、6四金とですね、桂馬を取ることができます。で、これに対して2四歩同歩5一角で打たれた時にですね、3一に玉を引くんですが、この時に2四歩同歩の交換をですね、入れた効果により2四角成と先手の方がですね、馬を作ることができます。で、この局面なんですが、先手はですね、銀損をしているんですけれども、代償としてと金を作っている点、あと馬を作っている点が主張になります。で、ソフト的にはですね、この局面、次にですね、8六桂馬、矢倉崩しの手筋などでよく出てくる桂馬なんですけれども、この手が指せるのであれば、マイナス200点ほど出てですね、若干後手の藤井聡太さんが有利と出ておりました。この、歩の頭にですね、桂を打つ手筋はですね、よく矢倉崩しに使われる手ではあるんですけれども、今回羽生さんはですね、7八玉、6八金型をですね、採用しておりますので、この手が直接王手になりますので、よりですね、矢倉囲い以上にこの8六桂馬が、効果的になってくるという点が挙げられます。まあ、こういった手を生かしていけば若干後手が優勢に進むようです。今回藤井さんはですね、7一金と引く形をですね、今回の羽生さんの新手に対して採用しましたが、今後は7三金型のですね、将棋というのも出てくるのかなというふうに思います。こちらまず1つ目の変化手順として紹介させていただきます。続いて本局最大のポイントとなりました、羽生さんのですね、5二桂成に対しまして、同玉と応じるのか同銀と応じるのかといったところで、本譜はですね、同玉と藤井さん応じられたんですけれども、感想戦ではですね、同銀の手順を中心に検討されておりましたので紹介いたします。で、この後のですね、検討手順については、できるだけ感想戦のですね、順番に、感想戦で触れられた順番にですね、紹介をしていきたいと思います。後からリプレートを見た際にですね、この局面のことを言ってるんだというイメージがつくかと思いますので、ちょっと感想戦に習って、説明をしていくんですけれども、ただですね、ちょっと変化手順がですね、盤面が行ったり来たり、
するので、ちょっと分かりづらくなってしまうかもしれないんですけれども、その辺ちょっと補足しながらご説明していきます。まず同銀と応じた後の変化、6二歩成、同金、同馬、8六歩。ここがですね、8六歩とあと7五歩、2種類の、攻め手が検討されていたんですけれども、まず検討されたのは8六歩の、変化手順でした。で、これに対しまして同歩と応じまして、6七歩の叩きを入れて5五桂馬。で、その、6七のですね、金を6八の歩で支えて、後手の方から8五歩の継ぎ歩で攻めていきます。で、同歩と応じた手に対して8六の垂らしを、垂らしの歩の手筋で、銀を吊り上げて金を取って同歩に、7六銀と進めてどうかという検討が行われておりました。で、7七歩と受ける変化には、そのままですね、8七銀成と突っ込んで同玉に6五角とですね、玉と飛車の両取りをですね、かける手順が示されております。で、7六歩と、王手を受けるんですが、2九角成と飛車を取られまして、2六桂馬の桂馬からですね、攻められないかという形で羽生さん検討されていたんですけれども、桂馬を食いちぎられてから6八のですね、飛車を打たれた局面を見て、ちょっとこの手順ではなかなか勝てないということで、さすがに負けちゃいますねというような発言がありました。で、続いて検討されたのがですね、8六歩に対して、9七、同銀と応じるのではなくて9七金打ちとですね、応じる手になります。一見ですね、辺境の地に持ち駒の金をですね、打ってしまって大丈夫なのかという心配はあるんですけれども、この金打ちは8六歩に対してのソフトの最善手ではありました。で、この手に対しまして、変化手順で並べられたのが6七桂成、同歩、5五角、で8六の歩を払って、6一銀に引く変化ですね。6一銀にですね、同馬と応じるのは飛車で取られてしまいますので、7三桂馬と打って、で、6一銀と、8一飛車に対してですね、両取りをかけていきます。たった後手も、6二の馬を取って8一の飛車を取られて、馬と飛車の交換になりますね。馬と飛車の交換を行います。で、8一桂馬になり、桂成に対しまして4六角と出た局面で、この局面でですね、先手としてもなかなかちょっと手が難しいなという形で、一旦この変化のですね、検討は、打ち切られて、戻って7五歩のですね、検討が行われております。この局面はですね、ソフトで言いますと、この4六角と出た局面だと250点ほど、後手が有利となっております。で、一旦ここの検討が保留されて、戻ってでですね、6に馬に対して8六歩からではなくて7五歩と攻める変化が検討されております。で、この手には、6四銀と打って6五の銀をですね、6五のですね、後手の銀を取りに行くんですけれども、8六歩、同歩、7六歩、6五銀、6五金と進んで、この変化ではですね、藤井さんとしてもですね、この後、7七歩成とですね、銀を取ることはできるんですけれども、あまりですね、自信がないという、感想を持たれておりました。で、藤井さんは攻め駒が少ない印象だということでですね、発言されていたんですけれども、羽生さんとしてもですね、この変化よりは先ほどのですね、8六の歩を、先についていく変化の方が嫌だということで、改めてですね、7五歩ではなくて8六歩の検討に移っていきます。戻ります。もう一度8六歩からついていく変化に戻りまして、今度はですね、検討されましたのが、先ほどと同様に9七金と打つ変化で進んでいくんですが、
6一芸に対しまして、7三桂馬ではなくてですね、6三馬、こちらの手があるかどうかということで検討されておりました。この後のですね、狙いとしましては羽生さんとしてはですね、後手をですね歩切れにして2四飛車をですね走っていくというような狙いがあったようです。ただこの手に対しましては8三飛車と馬に当てていく手があったようです。で、5三桂成同銀、4五馬と引いて角に当てていきます。で6四角に対しまして飛車を走っていって、この局面でですね、歩切れという点がですね、先手の主張ではあるんですが、ここで、強くですね2三金と受けまして、2九飛車に3三桂と跳ねて馬に当てまして、羽生さんとしてもですねちょっと駒損が響く展開で、ちょっと指しづらいかなといったような発言がありました。でこの局面ソフトでも、約200点ほどですね後手優勢に触れている局面ではあります。で6つ目のですね、変化手順なんですけれども、今度は先ほどの6一銀に対しまして、6三ではなくですね、8四まで引く変化を検討されております。8四馬に対しまして4六角4七歩、5五角2四飛車8三歩2五飛と進みます。でこの手に対しましても、5四、銀とですね引かれる変化で、次のですね、3五の桂馬取りや、次のですね4五の桂馬取りや1一角成というですね後手からの手段が残っていて、どうも先手が忙しそうだという評価となっております。この局面ソフトでもマイナス350点ほどですね後手に触れている局面になります。で続きまして、6一銀に対しまして7三桂と打った後の局面ですね、ちょっと進めていきます。馬と飛車交換して4六に角を打って、香車を取って、後手は4五の桂馬を外します。で4七にですね田楽指しで、香車を打つ変化を検討されていました。ただしこの変化なんですけれども、6四角と下がって4五香に6六歩と合わされまして、同歩、8四金、8六角と金を取って、9二飛車と反撃に出るんですけれども、そのまま7七角成同玉、7六銀同玉と出られまして、でこのあとですね、5四角と打って王手香取りと、王手香取りですね5四角を打つ変化等がですね調べられてはいたんですけれども、森内さんの方がですね立ち会いでいらっしゃいまして、森内さんの方から実はこの局面6四桂で詰んでるんじゃないかということで発言がありました。一見ですね6四桂打ちに対しまして、7七玉で捕まらないように見えるんですけれども、実はここで8六角とですね打つ手があって、先手玉はですね詰んでおります。この後の局面ですね簡単に紹介していきますと、同玉とですね取りますのは、7六金、9筋に玉を逃げて8に7と金打つ形でですね包んでしまいますし、8六角に対しまして、6七に逃げてもですねお尻から金を打たれて詰みになります。であと逃げ道として、8八玉ともあるんですけれども、ここの点も、一旦ですね玉の頭に歩を叩きまして同玉で、7六のですね地点から押さえていって詰みとなります。6八金寄って8七銀打ちまでとなります。あ
と7八玉と逃げましても、この手も、6八の地点から金打ちまして、避けて歩を打って同玉に銀打ち、下がって金打ちまでの詰みとなります。なのでちょっとこの変化はですね、詰みがあるということで、これ以上検討はされませんでした。ただですね、藤井さん、羽生さんがいる中でですね、この気づかなかった罪をですね、即座に指摘できる森内さんがですね、さすがだなというところで見せた局面かなというふうに思います。続いて、8つ目の変化になりますが、91手目まで戻りまして、先ほどの、7三にですね桂馬を打っていく変化の中で、4七香車打ちと打つ変化はですね、先ほどの変化手順で、罪があるということだったので、ここで9二飛車はどうかということで調べられました。ただこの手に対しましては、8二金とですね、この角の利きを生かして飛車を、封じる手があったようです。9四竜に、6四角で、7五金と出る手を示されていたんですけれども、ズバッと、香車を取りまして、同飛車に、7五歩と返すぐらいで、後手が良さそうだということで結論付けられています。この、7五金にですね同歩と応じてくれれば竜で角を抜くことができるんですけれども、ここで、角を切る手等があって、うまくいかないようです。もうこのですね6四角に、引いた局面で、すでに、先手がですね、マイナス400点ということで、後手、有利にですね触れている局面ではあったようです。この9二飛車もですねうまくいかないということで、あと検討されたのが、91手目4四歩打ちですね。でこの手は、一応ソフトの最善手にはなっていたようです。ただし変化としてですね、同歩に4三歩、玉を寄ってうまくですね、ここから先攻めをつなぐ手が見えないということで、羽生さん自身あまり自信がない局面という形で評価をされておりました。でこのですね、7三桂馬打ち等でですね、5五角からの変化を中心に、検討されていたんですけれども、どうやらこの時点でですね、もうすでに、後手が良さそうなのかなということで羽生さんは発言されていたのと、藤井さんとしてもですね、この8一にある飛車が馬 と、交換になってくれるんだったら、させるかなといったような発言をされておりました。でここで、羽生さんから立会人の森内さんに、何か、手がありましたかという形で控室の検討状況等を確認されております。で森内さんの方からですね、検討の方では、封じ手同銀に対する、手として、7五歩とですね先についていく、筋を中心に検討されていたということで紹介がありました。その変化を今度並べていきます。6二馬となった局面で、8六歩ではですね7五歩を指していきます。で6四金に対しまして、8六歩同歩の交換を入れて、ここで先ほどですね、最初に行った変化は7六歩と取り込んでいく変化だったんですけれども、7六銀とですね出ていく手があったようです。同銀同歩2四飛2三歩3四飛車3三歩4四飛車、同歩、2二銀4五歩6三銀と打ちまして、これに対しまして、5一銀とですね打つ変化で、5二銀なり同銀6三銀打ち6一銀打ちのですね千日手になってしまうということで、千日手となる変化もですね検討をされていました。このあたりですね、かなり口頭で変化手順が示されていたので、盤面はちょっと示されていなかったんですけれども、発言聞く限りですね、この変化で千日手になるというですね、羽生さん、藤井さん、森内さんのですね、共通認識が取れていたようです。
ちなみにこの途中の22銀のですね、局面で、同金と応じた場合なんですけど、これはもう、馬をですね切っていく変化で詰んでしまいます。変化手順としまして、同局に、5三桂成、4一玉、4二銀打ち、3二玉、4一からですね銀を打てば詰みとなってしまいます。なので途中に2二銀打ちに対して同金と応じることができず、この変化だとどうやら千日手となっていたようです。他にですね、検討されていた手順がなかったかということで、羽生さんから質問がありまして、またちょっと戻ってしまうんですけれども、後手のですね、先ほどの8六歩から先に仕掛ける変化に戻りまして、5五角とですね打たれた局面で7二馬がないかという手順も示され、調べられていました。この7二馬に対しまして、いきなりですね8七金と指していく手が、発見されています。で同金同歩なり同玉、飛車が走って、8六歩に対して、角を切って同玉に、7六銀と出まして、6八に玉を引いた手に対して、さらにですね6筋に飛車を回っていくという変化手順になります。先手番もですねこの局面で7七金打ちと受けていくんですけれども、6七銀なり同金、6六歩同金同飛車、6七歩、こちらに回ってですね金と桂取りをかけて、4七歩に対して4五桂と取られる変化で、ちょっと後手が良さそうだという結論になっております。この局面ソフトでですね、調べてみると、マイナスですね300点ほどになっています。先手の羽生さん的にはですね物量で負けそうだということでコメントされていました。でどうやらですねこの5五角を打たれた局面でどうにもやる手が難しそうなのかなというふうな発言もありました。でさらに、もう少しですね他に手がないかということで調べられていたんですが、ちょっと何度か出てくる局面になりますが、4六角に対して7一成桂がないかという手順が、調べられていました。でこの局面もですね、次に5四角と打たれる手があって、先手としては自信がないということで結論付けられています。ここからの変化例としまして、成桂をですね使って6一銀と進んでいくんですけれども、4五角と取られて、8七玉に7三銀とですねこの成桂を空振りさせるような手を指していくことで、評価値的にも後手がですね、マイナス1000点と優勢になっておりますので、ちょっと難しいという結論となっております。はい、続いての変化となりますが、5五角打ちからのですね変化手順の中で、進んでいって、ここですね4六角に対しまして2二歩と打つ変化も調べられています。ただ、この手にはですね4五銀と桂馬を外してから2一歩成6四角9一香と進みますと、6六歩打ちからですね、角を切っていって飛車打ちに対しましても同玉、角切りから同桂6七銀打ち同玉5五桂打ちの変化でですね、先手玉が詰んでしまうということでうまくいかないということが検証されています。この手に対しまして5八玉と逃げますのは6七角打ちからですね、桂馬を跳ねて、6八に逃げるんですが金打ちで、角を取ってお尻から金を打たれて詰んでしまいます。で、玉の逃げ場所としまして、あとですね7八に逃げる手もあるんですけれども、この手も6七角打ちから、金打たれて7六銀と出られてですね上を押さえられて最後角成りで詰みになります。他に、6八玉と最後逃げる変化も紹介しますが、こちらも5九にですね玉を逃げた後に桂馬が鳴らずで跳ねまして、避けた手に対して
23にですね、27にですね、角を打つ手があります。合駒をしますと、5九の地点からですね、金を打たれて詰んでしまいますし、これをですね、同飛と取りましても3九金打ちで詰みとなります。一緒の変化で、この変化もですね、どの変化でもちょっと詰みがあるといったところで、うまくいかないという検討結果となっておりました。で、さらに戻りまして、5二成桂同銀に対して、ここでですね、2四飛車と走る手がないかという手もですね、藤井さんから発言がありまして、2四飛車と走るんですが、2三歩と打たれまして、2五飛車に、5四銀とですね、引かれるぐらいで、ちょっと先手の、攻めがですね、遅そうかなといったような評価となっております。で、最後のですね、変化手順ですが、羽生さんの方からですね、7三角に打たれた局面に対しまして、8二角の変化もあったかもという話がありました。この手も羽生さん読んでたようでして、ただ6一銀自体もですね、部分的にはよくある手なのでということで、まあ、一応藤井さんがですね、今回指した6一銀という手もですね、読みの中には入っていたようです。ただこの8二角という受けもですね、一応ソフト上は候補手として上がっていた手なんですけれども、事前に研究した上での指し手だったようです。藤井さんもこの手は考えたけれども、まあ6一銀の方がですね、指しやすいかなといったような感触だったようです。で、このようにですね、大半、封じ手あたりの局面で同玉ではなくですね、同銀で、応じていれば、どのようなですね、変化があったのかということをですね、中心に検討されておりました。それだけですね、やはり同玉と取った、後の局面は3一角からのですね、筋があまりにもちょっと強力すぎて、どうにもならなかったということかと思います。これでですね、シリーズの、成績は2勝2敗のタイとなっております。次局第5局がですね、2月25日と26日に行われますが、その対局で勝利した方がですね、今度、防衛獲得に王手をかけることとなりますので、結果をですね、楽しみにしたいと思います。ということで、今回はですね、王将戦第4局の感想戦で触れられていた変化について解説させていただきました。このチャンネルではですね、引き続き将棋の魅力や棋士の凄さをですね、これからもお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また今回の動画が少しでも参考になっていましたら、高評価をお願いいたします。ここまでご視聴いただき、どうもありがとうございました。失礼いたします。さようなら。